好，金色的时刻，我们有了辛苦，我们爱的心吗？大家好，我是陈静，今天也请多多关照。哎，今日の内容は、功夫山一緒にやります。ちょっとあの功夫山の教室終わったところなので、そして考えたら結構功夫山、長い間やってないということで、今日功夫山やります。今天我们训练的内容是功夫山。正好我刚才这个功夫扇的这个教室正好这个课程刚完，所以想想在我们的这个视频里边好久也没有和大家就是一起训练过功夫扇了，那今天我们的内容就来一个功夫扇。その功夫扇やっていくとやっぱりこう手のこの動きとか今の奥義は一応武器としてやりますので、すごいやっぱり武器持てた時の感覚をすごい磨きますね。しかも、家の小さいセンスさえあれば一緒にすることできますので、やってみましょう。我们的这个功夫扇，因为我们功夫扇是作为一种武术里边的武器在训练，所以我们在训练这功夫扇的时候，可以就练习到这个手臂对于拿器械的这种感觉，对我们其他的这种器械拿的时候的这种基本功训练也非常有帮助。而且家里的就是有很小的扇子都可以，小小的扇子就可以进行一起进行训练，所以我们今天来训练一下。はい、それでは始めます。今天我们就开课啦。はい、じゃあみんなまずどうぞ見本見てください。好的，那大家先看一下我的示范动作。はい、これは今日の動きです。すごいマーブーゴングで終わってますので、そして奥義上げるとき1回だけ、そしてまた閉じて終わりますので、すごい簡単と思います。やってみましょう。今天我们的动作就是开扇只有一次，然后我们再把扇子就是收起来的时候有一次，所以不是那么难，而且是弓步马，主要是步行也是弓步马步，非常简单。我们来训练一次，然后开扇的时候这个动作，今天是从上往下。今日の奥義上げる時は上から下に上げてもらいます。ね、こう用意して、はい、下に上げてもらいます。そういう閉じる時はね、反対に向いて回して。閉じるようになってます。もう一回今日の使い方。はい、1、2、この2つだけ使いますので、もう一回いきますよ。1、2、はい、 OK。 じゃあ一緒にやっていきますね。刚才是我们今天开扇和合扇的时候的动作练了三次，那现在我们就开始连起来训练一次。まず立ち姿勢、そして、ね、右の手、奥義の一番後ろを持って、そして左の手は、奥義の先、ね、こう押さえて、はい、じゃあ次、左の足出しながら、コンボして、奥義回して、頭の上に上げてください。はい、じゃあ次、マーブしながら、奥義頭の上に回して、はい、じゃあ次もう一回左の足のコンボ、左コンボに返すときは大きい右の足の上に上げてください。そして右のコンボに返すときは大きい閉じます。はい、じゃあつま先入れて收拾。はい、終わります。もう一回いきますよ。那好，我们再来一次。先是我们站好的时候。我们先右手拿到这个扇子的最后面，然后左手放在前面。我们开左脚为左弓步的时候，这个我们的扇子画圆在头上，
举起，然后弓步的时候，这个扇子在头上转一下，然后我们又换左弓步的时候，开扇，开扇为自己的右腿上面上方，然后换右弓步的时候，我们合扇，还转一下，然后脚尖右脚尖内扣，收回，做我们的收势。はい、2回ゆっくりやりましたので、次は一緒に氷ついてやります。好的，我们已经慢慢的练了两次，那下次，我们就跟着口令来训练一下。はい、用意。好，一起。二、三、四、五、五。はい、一回目やりまして、もう一回これについていきます。好的，我们再来一次口令，再训练一次。はい、準備。一、二、三、四、五。はい、OK。今日の幹部戦でした。すごい簡単な動きけれども、結構足、そして自分の体幹、何よりも、ね、手の、手と武器の感覚練習することができますので、皆さん、試してください。はい、今日もありがとうございました。我们今天练的功夫扇非常简单，但是可以锻炼我们的体干和腿部力量。最重要的是，我们可以手部和这个武器的这种，感觉啊，非常就是配合的感觉，有一种训练。那好，希望大家训练一下，练一下试试哦。好的，那今天我们就到这里。それでは，谢谢。また明日，拜拜。明天见，再见，谢谢。